はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、太陽系にはまだ発見されていない未知の惑星が存在していると言われていますが、実は最新の研究から、あのシュメール神話に登場する惑星ニビルが実在しているのではないかという仮説が浮上しているそうです。一体どういうことなのでしょうか。早速見ていきましょう。太陽系に存在する未知の惑星。太陽系には現在確認されているだけで8つの惑星と5個の準惑星が存在しています。それらはそれぞれに内太陽系と外太陽系、太陽系沿岸部と呼ばれており、水星、金星、地球、火星、そして小惑星帯と準星ケレスが前者に所属。外太陽系には木星、土星、天王星、海王星とケンタウルス族が存在し、太陽系外縁部には準惑星である冥王星、ハウメア、マケマケ、エリスがあります。これらの知識は天文学に興味のある方なら基地の範囲でしょう。惑星に関しては小学校でも習う知識でもあります。それでは、太陽系に属する天体は本当にこれだけなのでしょうか。実はそうではない可能性があるのです。それは地球温暖化の原因を求める仮説の一つに登場します。地球温暖化は昨今最も重要とされている世界的問題です。地球の平均気温が上昇し、それによって世界的な気候変動が起きる。また極地の氷が溶け、海抜の低い地域が海中に沈んでいくというものになります。この問題の大きな原因は人間の経済活動とされています。しかし科学的に未だきちんとした証拠が存在していません。そこで有力な説とされているのが、太陽の活動の活発化です。この説を簡単に説明すると、太陽の活動が活発化することで、地球に照射する太陽エネルギー、イコール熱が多くなり、地球の気温が上がっていくというものになります。これには、太陽の表面にある温度の低い場所、黒点が減っているという大きな証拠が存在しており、今までの地球の氷河期の周期から考えても最も正解に近いものでしょう。それではなぜ太陽の活動が活発化しているのでしょうか。その答えが太陽系に存在する未知の天体説です。この説は太陽系近辺に未知の天体が存在しており、それが太陽系に近づくことで重力など外部の力が加わり、太陽に影響を与えているというものになります。まず太陽系というのは、太陽を中心としてその周りを惑星が公転する惑星群というのが常識です。しかしこの説ではその常識が間違いであり、実は太陽系というのは連星系、いわゆる双子星系だったとしています。連星というのは具体的に言えば、太陽という明るい主星があり、同じ場所を中心とした軌道を持つ暗い晩星が存在しているものです。こういった連星系というのは宇宙では数多く存在しており、代表的なもので言えば大犬座のシリウスなどがそれに当てはまります。ただしこの説はあまりに無理があり、評価されていないのが実情です。もし晩星というものが存在しているのならば、それは太陽と重力のバランスを取るためにかなり大きく重くないといけません。そのため、もし実在するのならば、すでに発見されているはずなのです。それでは、晩星が小惑星や氷などの無数の天体によって作られている太陽系の外殻のような場所、オールトの雲の外に存在するとすればどうでしょうか。それなら未だ発見されていなくても不思議ではありません。この仮説はミネソタ大学のクリス・ダビッドソン教授や、アメリカのルイジアナ大学とイギリスのオープン大学の共同研究チームといった天文学のプロによって作られました。特に後者のアメリカとイギリス2つの大学の共同研究チームによる仮説は、長い軌道周期を持つ彗星を研究した結果から生まれたものであり、かなり説得力を持っています。彼らはすでに紹介したオールトの雲の中や、その外側に未知の大きな天体が存在し、太陽系にやってくる彗星はそれの影響を受けている可能性があると1999年に発表。オープン大学のジョン・マレー教授は、天体の大きさを木星級、
太陽からの距離を天文学単位で約3万2000 AU、キロメートルにすると約 4.7KKM としています。また、同じ研究チームに所属していたルイジアナ大学のジョン・マティス教授は、大きさを木星の3倍とし、公転軌道を2万5000 AU、キロメートルにして3000億キロメートルと推測しました。この仮説の主役となる天体は木星より大きく、赤色矮星、小さい褐色矮星です。簡単に言えば、質量が小さすぎるため、恒星になれなかった自ら光れない星になります。しかし、恒星ではないとしても、この大きさなら天体同士の重力と遠心力の関係上、同じ重心を持つ軌道をする伴星となる可能性が高いのです。他にも彼らはこの天体が周期的に太陽系に接近し、それが地球上で過去に起こった大量絶滅に関係したのではないかという予測も残しています。そしてこの天体はとある特徴を有しているとされており、それが存在の証明もしています。その特徴とは、形成時に起きた核融合により赤外線を放射しているということ。つまり、距離がある程度近く、赤外線を撮影する機器があれば発見することが可能だったのです。1980年初期にアメリカ、イギリス、オランダが共同で打ち上げた赤外線天文衛星アイラスが未知の天体を発見し、その姿を写真に収めました。撮影された天体の大きさは残念ながら判明していませんが、それは太陽系の外辺に存在していたものとされています。これはまさに上記の仮説にも合う天体です。また、NASA は惑星探査機パイオニア10号と11号、火星探査計画であるバイキング計画の観測結果から、太陽系の外辺に大きな天体が存在するとしています。これ以外にも惑星 X と呼ばれる惑星が冥王星のカナダに存在するとしており、2012年には赤外線天文衛星アイラスがオリオン座の方向にも巨大な天体を発見したとしています。しかし、ここで紹介した惑星のどれが伴星であるかは未だ分かっていません。そもそも太陽に伴星があるのかどうかも分からない状況です。さらに言えば、複数存在しているのか、それとも同じ天体を指しているのかも分かりません。ただし、未知の大きな天体が存在するのは紛れもない事実であり、そしてそれが伴星の可能性となる質量を持っているのも事実なのです。このことから太陽の活動が周期的に活発になるのは未知の天体が接近しているからという仮説はあながち間違いではないでしょう。そしてそれは地球にも大きな影響をもたらし、温暖期という繁栄期と氷河期という絶滅期という生物にとっての大きな事件を起こしたと考えて間違いないのではないかと言われています。恒星ネメシスと惑星ニビル。私たちが住んでいる太陽系には未発見の惑星があるとされています。そしてそれらは小天体や準惑星という小さなものだけではありません。惑星に匹敵する大きさをしているそうです。特に現在、惑星 X と称されている未知の惑星は過去大きな事件を起こしたものとされています。またその天体はネメシスとも呼ばれており、ギリシャ神話において義憤を司る女神の名前を付けられました。そんなネメシスが存在するとされているのは、太陽系の外側を囲むオールトの雲と呼ばれる小天体が集まった場所の外側、冥王星よりもはるか遠い位置です。そしてその軌道は太陽と同じ重心を持っており、定期的に太陽系に近づいてくるとされています。そのためネメシスは地球の寒冷化や温暖化の原因ともされているのです。有名な話だと恐竜の絶滅が当てはまります。ネメシスがオールトの雲を通過する際に一部の彗星の軌道を重力で変更。軌道を変えられた彗星がそのまま地球に落下したのではないかとされているのです。この説には多数の状況証拠が存在しています。クレーターやそこから見つかった破片などがそれです。そのため一部の天文学者や地質学者に有力説として迎えられているのですが、話はそれだけにとどまりません。実は考古学的にも状況証拠が存在しているのです。その状況証拠というのは、いろいろな古代文明に残された文明崩壊の記録になります。1925年、旧ソ連は
チュベットのラサに科学研究所を核とする探査チームを派遣しました。チュベットはご存知のようにナチスの親衛隊が何度も訪れた場所であり、現在でも超古代文明の記録を残しているとされています。そこで旧ソ連の科学者たちはその力を手に入れようとしたのです。しかし見つかったのは超古代文明が残した兵器の記録ではなく、すでに滅んでしまった過去4回の文明についてでした。そして文明が滅んだ理由が地球より3倍大きな星の接近によるものということが判明したのです。その星は通常の星の運行とは逆回転をしており、さらに通過の際に強力な電磁流の流れや重力場を発生。それによって地球では大洪水などが起こり、文明が破壊されたと書かれていたそうです。これは聖書に残された洪水伝説やアトランティスやムー大陸の沈没説とも不思議にも合致します。また惑星ニビルという天体の伝説も状況証拠の一つです。惑星ニビルというのは今から約5000年前に存在したシュメール文明の石板に記された星の名前になります。シュメール人によればニビルという惑星が周期的に地球に訪れ、大洪水や環境の激変を起こしたとしているのです。それでは太陽系に存在するとされるネメシスが文明を崩壊させた張本人であり、シュメール人が記録に残したニビルなのでしょうか。それは半分正解であり、半分外れです。確かにネメシスとチベットの伝説に残された伝説は合致します。しかし、それが同じものかというと、それは違います。なぜなら、ニビルには知的生命体がいたという話も残されているからです。通常、生命体が存在するためには、ある一定の温度が必要になります。暑くても寒くてもいけません。そうなると、恒星のような自ら熱を発するような星では気温が高すぎます。実際にネメシスは、太陽の晩星という大きさから、赤色矮星、もしくは褐色矮星とされており、表面温度は最低でも180から330度の間のはずです。これでは知的生命体が存在するとは考えにくく、やはりネメシスとニビルは別の星であると考える方が自然なのではないでしょうか。それではこの2つの星がどういった関係だったのかというと、ニビルとはネメシスの周りを回る天体だったのです。そう考えると全て辻褄が合います。ネメシスが恒星で、ニビルはその周囲を回る惑星、ちょうど太陽と地球なのです。そしてネメシスは定期的に太陽系の近くに訪れます。その際にニビルは公転の作用で太陽系へとさらに接近、そして太陽系の内部にまで訪れ、各惑星にいろいろな影響を与えてきたのです。神が住んでいる惑星ニビル。惑星ニビルはシュメール文明にその名を残す惑星です。交差する星という意味を持っており、文字通り太陽系の惑星の近くを通り大きな影響を与えたとされています。その影響はかなりのもので、チベットに残された古文書によれば、ニビルの接近によりこれまでに4つの文明が滅びたのです。しかし、ニビルの接近が悪い結果だけをもたらしたわけではありません。人類にとって素晴らしい結果ももたらしているのです。古代シュメールの研究家で著名な宇宙考古学者のジェガリア・シッチン氏によると、惑星ニビルには巨大な知的生命体が存在、そしてその生命体が人類を作ったとしています。また、古代シュメール人たちはニビルに住む知的生命体のことをアヌンナキと呼んでおり、神として崇めていたとも語っています。これは旧約聖書の創世記に登場する巨人ネフィリムも該当。シッチン氏はネフィリムもアヌンナキだったとしています。あまりに非現実的なこの説ですが、世界中の創世神話に登場する創世神が天から訪れていることを考えると、完全な間違いだと切り捨てるわけにはいきません。一部の古代文明の壁画では神の横に必ずと言っていいほど天体が書かれており、星と神は切っても切れない関係なのも間違いではないのです。また実際に世界中で巨人の骨らしきものが発見されています。ピラミッドのあるギザで見つかった神のミイラも巨人サイズだったのです。そこから考えると、アヌンナキという巨大な知的生命体、
いわゆる異星から来た神が存在したとしても不思議ではありません。それではなぜアヌンナキは人類を作ったのでしょうか。シッチン氏はその質問に対して労働のためと語っています。そもそもアヌンナキ自体がニビルから地球の鉱物資源を掘るためにやってきた存在であり、彼ら自体が労働者階級だったのです。しかし彼らだけでは思うような量を取ることができず、地球にいた原人を遺伝子改造し、現在の人類を生んだとしています。彼らは巨人だったため、狭い坑道に入りづらく、また採石する鉱物のサイズから考えても体が大きすぎたのです。そのため、ちょうどいいサイズの人類を作ったと考えれば、この説も納得できます。また、ニビルに関係するものとして、古代シュメール人の学者たちがアシャールトと呼んでいたものがあります。これは神の住む星が訪れるサイクルであり、約3600年を一区切りとして考えた単位です。そして日本においては縄文時代にあたる3500年前から4000年前は全世界的に寒冷化傾向が現れた年になります。世界各地で干ばつが起こり、火山の噴火などもあったと記録も残されています。これはまさにニビルの接近によるものではないでしょうか。もしそうだとしたら、ニビルが何度も地球に接近していたというのは疑う余地がありません。そしてその周期を考えると、ニビルという神の住む星が太陽系に訪れる時期はもうすぐとなります。実際にアメリカが打ち上げた赤外線天文衛星であるアイラスが、地球から800億キロメートルの位置を太陽系に向けて進む天体を検出しています。またアメリカはニビルが公転軌道をとっているとされる恒星ネメシスを観測するために、南極に観測基地を設置したとも噂されているのです。もちろんアメリカはこれらのことを全て否定しており、ネメシスに関しても見つかっていないとしています。しかし YouTube や Google 上には NASA などから流出したと思われるネメシスの画像が存在しており、そこにはしっかりとニビルなどの随伴惑星が映っているのです。アメリカはなぜネメシスの存在を隠すのでしょうか。それには宗教的な意味と政治的な意味があるのかもしれません。アメリカはキリスト教の国であり、キリスト教は一神教であり唯一の存在です。そのため神が宇宙人であり、ニビル星人という種族だと困るのです。また他に知的生命体が存在するとなると、人類は間違いなくパニックになるでしょう。これは経済的にも大きな損害をもたらすのは間違いありません。アメリカもそれだけは避けたいと考えているのではないでしょうか。どちらにしても私たち人類は孤独ではないことがもうすぐ判明するでしょう。シュメールの神話によれば、神は再び地球に訪れるからです。近いうちにネメシスとニビルの存在、神とされるアヌンナキの存在が明かされるのを期待していましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。また見てね。